はい、皆さんこんにちは、毎度どんだべです。今回はどんだべ一人調校になっております。日付変わるまでぐらいはちょっとなんか風強い予報になってるんで、今結構風強いです。なんかね、カレー釣りたくて来たんですけど、カレー釣れてくれるといいなーってことで、今ピコピコ光ってんの多分風だね。まあとりあえず頑張ってみます。はーい、違うわ、当たりだね。引いてるわ、ちょっと行ってくるわ。はい、違いました。風かなんかかな。当たりっぽい引きしたんだけどね。なんだべ。ちょうど左の竿まっすぐ投げてんだけど、引っかかるな。根掛かりポイントがなんかあるね。ちょっと様子見てみます。やばい、めっちゃ引いてる。何？わかったわ。ビビったわ。時折ものすごい突風が吹くんです。10メーターぐらいは。で、Pラインが風でなびいて、めっちゃでかい魚が引いてるような感覚になってた。めっちゃ糸つけてた。魚じゃない、絶対魚じゃない。なあ、びっくりさせやがって。 LINE スタンプ販売中。動画概要欄 URL から購入可能。みんな使ってね。はい、皆さん、ちょっと暗いけど、今ロックやってるんだけど、当たりがあったんで、多分この一頭で釣れると思います。なんでちょっと撮影しておきますね。もうちょっとしたら当たりがあると思う。おお、サーフィン。最初に撮りました。ワンで。今釣り場でですね、僕が今日一人調校だったんですけれども、寂しくて泣いてるところに、助けに来てくれました。違うな。もともとなんか投げ釣りする予定だったらしいんで、投げ釣りさんです。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、なんか隣同士で一緒に同じぐらいの時間まで大丈夫ですね、なんか釣りできるみたいなんで、よかったです。ほっと一安心。今日はカレーだね。カレー狙いでちょっと二人で頑張ってみたいと思います。お願いします。頑張ります。めんどくさがり屋だからさ、このアナゴならアナゴの仕掛け、カレーならカレーの仕掛け、カジカならカジカの仕掛けって分けるのめんどくさくて、全部一辺パンで来ないかなみたいな。自分も多分そんな。だから結局アナゴ用に作ってるもんだから、結構下もこうゴムカンペーって長くしたり。あ、なぜずれた。あれやべ、
はい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 、お前放置。え、なんだべ、今引いてたよね。あー、ついてる臭いな。なんだべ。いや、そっち完全に魚ついてるけど引っかかったな。うーわ、ちょっと笑いすぎだよそれ。いや、どんだべさんはやっぱりどんちゃんから始まるからね。はい、どんちゃんでした。でもなんか全然当たりないよりはいいなね。シーンってなってるよりは。あ、なんかついたな。乗りましたけど、なんかカレーっぽくないな。どんちゃんっぽいね。なんですの。いいや、真面目にか。いやいや、いいわ。どんちゃん、あれ、冷やかしだな。あれ、やかしじゃねえよ。はい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 。なんだって。ありがとう。なんか乗ってるね。まあまあ重たいんじゃない。まあまあ重たい。どんこだわ。さあ、なんですか。嫌な予感しかない。いやー、これしかいないわ。どんちゃん連ドンです。連ドン、しかもサイズダウンしてるしね。あ、ナイズリさんの待望のあたりか。左側引いてたよね今ね。最初に冷やかすの大体 DNK なんで。ついてない。危なっ。鳥、やった。お、本命ちゃん来たよ。いたわ、ついてたわ。いつついてたんだか。まんまじゃないねえ。いるんだね。お、あ、マジ？お、これも右肩じゃん。ね、肉厚だよね。肉厚。すごい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 。なんか刺身に来たら4人前とか食べてる。すごい。いや、いるね。います。やった。食感もいいのかもしれない。ね。
おめでとうございます。ありがとうございます。チャンスだね今ね。投げ釣りさんの餌は今日は塩。ああ一緒だ。うん、あ、一応エビコも持ってきてんだ、うん。また釣り好きっぽいような色しの車だね。変わった色だよ。塗ったの？塗りました。あ、やっぱり自分で塗ったん、はい。おお、すごい。いいね、かっこいい、かっこいい。なんか空軍仕様。空軍仕様だ。なんか友達にはちょっとサビ加工した方がいいんじゃないの。ああ、なんだったっけ、あのエイジングか。もういいよね、箱長さ変えていたいかな。はい、ちょっと鍵貸してもらっていいかな。合うかな。向こうの人なんか釣ったのかな。何が釣れたのかな。なんだあれ。あ、彼だ。釣れた？マジ？あ、向こうでしょ、彼でしょ。地合い来たんじゃない、地合い。お、ついてんじゃない。結構しなってるよ。え、おいおいおい、来た。え、アブだ。抜けれる？ハマいる？でかいよ、下って。おお、すげえ。マジで？でかっ。やば。すごいすごいすごい。いやー、いいサイズ。でもなんかそんな聞いてない。うん、こんなやってなかったよね。なんか、それも起きて、見たけど、そう、本当、カワセミが来てしまったから。やばー。すごいすごいすごい。48あるよ。うん、48だよ。障害記録何センチの？これ油子だったらこういうの、これ一番でかい。マジ。いやー、いいわ、すごいかっこいい。引き抜けました、ね。かっこいいわ。俺絶対保つ買ってるわ。ビビリだから、ビビリだから。いや、でかいのよ。プチッって言ったらもう泣くよ。いや、俺も動画撮るようになってさ、タモ使うよね、やっぱり。まあそのプチッって言ってうわーっていうのもなんか絵にはなるけどさ。ブラコもいいなぁ、釣りたいなぁ。カレーも釣りたいなぁ。これの竿にカレーよー、こい。俺のー。